セハードの地域セハードの風景カンポセハードは、ブラジル高原に広がるサバナである。総面積はおよそ2億400万ヘクタールで、日本の5.5倍、ブラジル総面積の24%を占める。カンポセラード、またはセラード、またはカンポとの表記も見られる。カンポとはポルトガル語で、畑の意で、樹木のない植生を表す、学術用語。セハードは、 草原にまばらにのみ、低木のしゅげる植生を表し、セハードは、ブラジルポルトガル語で、閉ざされたという意味を持ち、カンポセハードで、見通しのきかない草原の意味であるという。植生は高木が少なく、干木がまばらに生えるのみ。かつては、強い酸性の赤土に覆われていることから、工作には不向きとされてきた。従来より、肉牛の放牧地として利用されてきた。寒気になると、 落雷や野焼きを原因とする火災が頻繁に発生する。ブラジル中部のセハード地域においては1979年から日本とブラジルの間でセハード農業開発協力事業という共同の農業開発プロジェクトが実施された。その背景には第一次石油ショックや米国による大豆の禁輸などをきっかけに資源の安定確保が 日本の重大な外交課題となっていたことがあり、ブラジルに訪問した田中閣営首相のエルネスト・ガイゼル大統領への提案が事業推進の始まりとなった。2001年の終了まで3期21年間にわたり、約600億円の資金が投じられた。対象地域は7州の34万ヘクタールに及び、賛成土壌の中和による改良、灌漑の整備、 国際協力事業団を通じて115人の農業専門家の派遣が実施された。当該地域での大豆生産量は1975年に43万トンであったものが、1999年には1666万トンへと急増。さらに2012年、2013年シーズンの生産予測値は7800万トン、世界生産量の28%となり、 輸出量は米国の38%に匹敵する36%となる見込み。今ではブラジルはトウモロコシやコーヒー豆と並んで大豆の一大生産、輸出大国となっているが2012年のブラジル産大豆の6割がセハードで生産されたものであるなど、この農業開発の成果は非常に大きいと評価されている。なお、開発初年から35年間で、 工作地域は1200万ヘクタールに達したが、工作化能地は全体で1.27億ヘクタールに及ぶことから、未だ無限に近い開発余地があるという。ただし、開発がセハード北側のアマゾン南部へも及び、1997年から2007年の10年だけで、北海道に相当する面積の森林が伐採されたという。ありがとうございます。